埼玉県立図書館は埼玉県が設立している図書館の総称で熊谷市の熊谷図書館、久喜市の久喜図書館の2つと埼玉市浦和区に熊谷図書館浦和文室が設置されている。2003年3月末までは川越市に川越図書館が2015年3月末までは埼玉市浦和区に浦和図書館が設置されていた。埼玉県は図書館法第10条。 埼玉県立図書館設置条例に基づき設置する公立図書館である2003年4月から各館がそれぞれ専門分野に特化した図書館となっている以下の遠隔の項も参照2012年10月現行3館を閉館し熊谷市に新設する北部拠点複合施設への統合新設を検討していることが明らかにされその一環として2015年3月末に 浦和図書館が閉館したが、区域図書館の閉館に対する区域市の激しい反対、活動により計画が進まない状態となっている。区域市の反対で、北部拠点複合施設自体の基本計画が練り直されることとなって、スケジュールが白紙化される事態になり、計画進行は不透明となっている。2012年6月には、図書館機能を維持するため、熊谷図書館の浦和分室が、 埼玉県立文書館に併設された。埼玉県立図書館は3館それぞれに専門分野を分担し、収集している。浦和図書館の資料は、現在、熊谷図書館に移設されている。図書館サービスのうち、蔵書資料の貸し出しや予約などには、図書館カードが必要となる。図書館カードを作成するときには、埼玉県内に在住もしくは、埼玉県内に在勤。 在学の人が登録ができる。県立浦和図書館。来年3月末閉館。熊谷に集約案有力。埼玉毎日新聞。2014年9月25日。同年10月16日閲覧。県立図書館。一館集約。熊谷の新施設に教育庁三関西編案表明区市や周辺自治体は。反対。埼玉毎日新聞。2012年10月20日。 同年11月29日閲覧、平成28年12月定例会、一般質問質疑質問、答弁全文埼玉県議会、埼玉県立熊谷図書館浦和文室、埼玉県立図書館、2015年7月8日、閲覧、臨時に開館、休館することがある。 2008年3月31日時点 https コロンスラッシュスラッシュ www.lib.pref.saitama.jp スラッシュ,ュ stplib 読サービスインデックス html 複写埼玉県立図書館サービス案内ありがとうございます